はい、皆さんこんばんは。いやー、カウン引けました。これ急遽動画ね撮ってるんですけど、なんと無課金で引くことができました。すり抜けもせず、ありがとう、ほんま来てくれて。いや、新格の3万これでチャラにできるかな。おー、いやー、ほんま課金せずにね、無料70連、60何連かな、わからんけど、後でまた確認しておくけど、いやー来ました。まだレベルはね20なんですけど、こっから徐々にまあレベルを上げていきたいと思います。はい、めちゃくちゃ嬉しいですね。カウン、カウンおばちゃん来てくれて、なんて言ったってもう探索がもうはかどるはかどるっていうレベルじゃないですね。風よ、散れ。うー、落下スピードものスキル使った後はめちゃくちゃ速いので非常に優秀ですね。優秀ですね。でお前何様って感じやけど、はい。さあ、とりあえずね、カウンを使って今回は探索をしていきたいと思いますよと。まあ探索していきたいよと思いますよっていうでもね、ある程度してしまってるんですけど、このマークつけてるところは。どうしよっかな。もうカウン引けた喜びがねすごすぎて、配信外でちょっとやってしまってるっていうね、ある程度探索。どこから行こうかなっていうのももう今んとこね、なくな、ない、地中の塩。いやー、いいねー。いや、レベルが20やからな、ちょっと怖い。敵と鉢合わせしたら。で、この翼をね、広げてる時もスピードがなんか速くなるんやったから、若干。で、今の僕の探索パーティー、こんな感じ。イエラン、エウルア、アヤカ、カンウンって感じやな。勝利先生おったらな、エウルアのところに先生入れれるんですけど、アヤカの枠はな、ぶっちゃけ誰でもいい感じになってる。ちょっとあんま探索にふさわしい人今おらんのよな。まあ、見てもらおうか、もう一回僕の。まあ、イエラン。まあこんな感じなんで、でも貫突してる人はディオナ、ユクアキ、スクロース、あと誰がしてたかな、あ、ミカ君もしてるわ。ロサリアさんもしてますね。レベル1の人は全く育てない。仕掛けの術は実に奥が深く、興味の尽きない技術であり、はい、今な、ほんま原神のキャラめちゃめちゃ喋るよな。すごい喋ってくれるよね。だ、陽光の浜とかもな、ありゃ相当楽になるわ。はい、いや、ここをな、スイッスイッスイッっていけるのがでかい。うい。落下攻撃はな、なんか敵に自動追尾していくから、あんません方がいいかもしれん。こう設定で変えれるかな、自動追尾専用に。すごいはかどるわ。気持ちよすぎだろ。だ、敵は避けたいな。バトルが、バトルあんまやりたくない。こう落下スピードがめちゃくちゃ速いのがね、相当嬉しい。はい、あれ、ここ取ってるな。鶏肉、鳥さんがいたのかもしれません。ここね、やってしまいました。あと、どこ取ってないんかな。
あそこらか。どこやね。こっち。まだまだ当分先やな。だいぶ先でした。風よ、知れ。や。めちゃめちゃ下の方にあるやん。どれ、うわ。ここか。宝箱、ここの宝箱は取ってなくて、でここの新マップは開放だけ、ワープ地点だけ開放してて全くわからんのよな。どこ探索はちょっとわからん。ここもやな、全然あれやわ、探索はしてないわ。そう、大体モンドなのよ。これどこな？卵回収しておくか。鳥さんの卵回収して、あ、ここか。ここちょっとイエランにしとかんとやられるかもな。急がなくてもいいと。これ下？いや、ここどこだったかな。久しぶりに来すぎて分かってない。ダメだ。ここはないな。取ったんかな。いや、ほんまにこれ配信外で大体取ってしまってるので、動画回してからこれ取り始めたらよかった。探索し始めたらよかったな。稲妻もなぁ。どこ？稲妻もだいぶ。ああ、ここらどうだったかね。行ってみるが、覚えてない。数時間前のことやけど。ああ、なんか来た記憶、なんか、来たかも、ここ。お、来たんじゃね？来てそうやな。あ、来てるな。撮ってるわ。オーマイガー。来てます。来てるね。もう大体来てるんじゃないの、これ。じゃあ。おい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 。探索お前終わらしてるやんけ。数時間前の俺、しっかり探索終わらしてる。な、フォンテーヌのここら、フォンテーヌってやってない気がするので、行きますか。多分やってなかったと思うんやけどな。どこ？うわ、角ついた一瞬。は、風よ、散れ。いや、ここで一気にこうやってな飛ばせるんでかすぎだろう。あ、ここやな。いや、超快適なんやけど。いや、ガチでイエランの数倍快適かなって思ってますね。はっ、風よ、散れ。いや、こうフォンテーヌの BGM マジいいよな。落ち着くわあれ、これどこだっけ。ちょっとフォンテーナな、複雑でよう分かってないよな。マークつけたけど。どこだ？わかんね。ガチでわからん。ここから？
わフォンテーヌもないないというか、ちょっとこれわからんな。単にマークつけてるけどわからんだけっすね俺が。これお、何このモブ、かわいい2人とも。これ猫ちゃん、ちょっと諦めよう、うん、これは分からんな。普通に俺が分からんだけ。分からんとこは飛ばす。フォンテーヌももうこれ大体やってしもてる感じやな。ここらやってるもんな。とまあじゃあ今回ここまでにするかも。大体これで動画前に探索終わってたわ。うん、いざ始めたのはいいものの。はい。とまあこんな感じでした皆さんね。カーンはまあとりあえず探索めちゃくちゃ最適なキャラやと思うんでね、みんなもぜひ引いてみてくれという感じで終わりたいと思います。じゃあまたね、バイバイ。